はい、皆さんこんにちは。今日はですね、後ろいつもと違ってホワイトボードがないんですが、ちょっと違った形で、これから動画配信をしていきたいというふうに思っています。何かというと、歴史上の人物をちょっと取り上げてですね、その人を、一人、一回話一人テーマにですね、どういう学べるところがあるのかっていうのを考えていく、そんな動画です。だから、私の方で、1名ずつ選んで、その人に関するエピソードを伝えます。で、そこから学べることは何なのかっていうのを私なりに、考えたことですね、出します。皆さんもちょっとそこで、今に生かせるのかなとかいうのを考えてもらいたいと思いますね。私の中では、もちろんそのエピソード自体が本当にあったかどうかっていうのは分からないし、ちょっとね、実際に本当になかったかもしれないというのはあるかもしれないんですが、でも歴史上の何か偉大なことをした人物には何か、あるんじゃないかと。で、それを、残ってるエピソードから手繰り寄せてどうだったのかということを考えてみると、やっぱりこれは歴史に学ぶということは今の我々にとって有益でなければいけないと思うので、その点ですね、単なる歴史の事実を学ぶというだけじゃなくて、そこから今に生かすためにはどうしたらいいかという視点でちょっと語ってみたいなと思います。ですから何かしらね、こういう意見だったとか、こう思わないとか、いろいろ意見もらえると嬉しいなと思います。はい。で、今日取り上げるのは豊臣秀吉、という人物です。はい。とても人気があるし、有名だと思いますね。ざっくり秀吉のことを言うと、織田信長の配下で頭角を現していって、最終的には信長すらも超えて天下人になっていくという人ですね。いや、本当に身分でいうと下の方からこう登っていったので、多くの人には勇気を与える存在として、ヒーローとしても語り継がれる人物じゃないでしょうか。で、今日の話はまだ木下藤吉郎というふうな、名前を名乗ってた頃の話なんですが、清洲城という信長の居城が台風で、一部壊れてしまったという時の話ですね。石垣が壊れてしまったので、それを直せというふうに信長がある人物に言ったところ、なかなかこう直らないという、ことがあったと。で、石垣が壊れていれば、それを発見した敵がもう攻めてくるかもしれないというところで、防衛施設はもうすぐにでも直さなきゃいけないのに、なかなか直らないのから責任者にこう聞いてみたと。そしたら信長が聞いたのに対して、いや、現場が全然動かないんですよということを言ったと。で、信長これを変えて誰に任せたかというと、豊臣秀吉に任せたそうですね。で、豊臣秀吉はその時に、素早く直せたっていう話でこう伝わってるんですが、やり方は、例えばその集まった人にまず最初にお酒飲ませたりして、で、宴会をして、楽しませて、で、空気良くした後に、チームを作らせて、で、競争して1位だったところにはたくさん褒美あげるよみたいな感じにしたと。そうしたら早めにこう解決したんだとかいう話が伝わってるんですね。で、なかなかのアイデアマンというエピソードで伝わってるんですが、これそのアイデアということ自体がすごいのかなと思うと、そうじゃないんじゃないのかなと思うんですね。そもそも戦国時代ですから、競争なんていうのは当たり前だと思うし、むしろちゃんとしないとこう下克上で下から能力のある人が湧き上がってくるっていうところですから、言われなくても競争するわという感じだったんじゃないのかなと思うんですね。でも多分秀吉以外の人が動かせなかったけど、秀吉が動かせたならば、どうやって秀吉は動かしたんだろうと、人をね、ということです。今回はだから豊臣秀吉っていう人を題材に、なぜ、その秀吉は人を動かせたのか、秀吉に学ぶ人を動かす力っていう感じですね。はい。で、私の方で疑問に思ったのは、むしろその秀吉の前の責任者、ちょっと名前は分かんないんですが、その人がなぜ秀吉みたいに具体的にアイデアを出さなかったんだろうっていうとこですね。で、これおそらくですね、アイデアを出すことによって
まあ、思いついたかもしれないけど、アイデアを出すことによって、リスクが多くなるんじゃないかと、危険が多くなるんじゃないかというふうに判断したんだと思うんです。まあ、よく言われる、その、なんだろうな、ずるい上司っていうのはどういう上司かというと、命令はするんだけど、失敗したら現場のせい、成功したら命令した自分が良かったからだというふうにして、手柄を独り占めにする。これずるいじゃないですか。でもずるい中間管理職っていうのも多分いると思うんですね。でこれは上からの命令を直接そのまま伝えるだけという場合ですね。でこれをすればたとえ失敗したとしても上の命令のせいか下がうまくやってないせいだというふうにこう言うことができるんじゃないのかなと思うんですね。いやこれはだから下手に実力主義で失敗が大きなその懲罰の原因になるような戦国時代、これ危険な時代だからこそですね、ちょっとした失敗もこう本当に色仕取りになるような時期だからこそ、中間の人はかなり慎重になるんじゃないかなと思うんですね。上から言われた命令を自分の独特な方法でやった場合は、失敗した時にお前が余計なことを言ったからこんなことになったんだと上司から言われた時に、まあ、生きていけないと。だから一つのその防御策として上からの命令をただ言い、上からなんでやってないんだって言われても現場がやってないんですよっていう感じになったんじゃないかなと思うんですね。でここら辺を実は豊臣秀吉は変えたんじゃないかということです。やっぱり責任を取りたくないというのは誰しも思うことで、秀吉のようにやるっていうのは結構難しいことだと思うんですね。貴族たちも基本的には前例主義になりますね。身分が高ければ高いほど実はその自分の特権階級の地位を、捨てたくないから、新たに何かをやるよりも前の人がやったこととか祖先がやったことをそのままやっていって、これは前例にないからつって却下していくと。で、もし新たなものを入れて、失敗したら自分の責任になるけど、現状維持でやってったら自分じゃなくて前の人がやったことが原因だからっていうふうになるということですね。でそれを突破するためにはどうしたらいいかっていうと、結局自分で責任を取る覚悟がなきゃいけないと思うんですけど、秀吉には多分それがあったんだと思うんですね。で秀吉が何がすごいかっていうのは、とにかくその覚悟を持って自分で何かしらのアイデアを出して、やったということですね。でこのためには何をするかというと、多分自分でその仕事の重要性が理解できないといけないと思うんですね。で秀吉は多分その私の想像ですけど、従順に信長の言うことを聞いてた感じに、まあ一般的には捉えられるじゃないですか。なんかはいはいって言って、親方様のためにいろいろ働くんだっていうね、まあイエスマン的な感じでも、ね、かなりこうもしかしたら反発してたかもしれないと。で実際に現場からちょっと離れてしまうとか、勝手に離脱するってこともあったようなので、信長の言うことをただただ聞く人じゃなかったと思うんです。でそれはなぜかというと、多分自分の仕事として、受けた命令を自分のものにしちゃうからじゃないかなと。秀吉自体はその信長から命令受けたけども、その通りやるんじゃなくて自分が大事だと思った仕事はやるという感じにしたから、仕事に対する説明が部下に対してできたんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。で多分仕事のやりがいって金銭とかで差をつけると、とてもまあ頑張るように思うじゃないですか。だけどあんまりそのお金を倍にするよって言ったからってモチベーションが上がるかというとそうではないようで、どちらかというとそのやるための意義、それからそれがどれだけこうね、人に対して役に立つのか、自分が役に立っているのかっていう役立ち感ですね、これはかなり、モチベーションが上がるみたいでして、
だから多分秀吉っていうのは事あるごとにちゃんと説明ができたんじゃないのかなって、まあ勝手な想像ですが思います。だから一人一人がいろいろ言ってきたり、まあ恩賞のことについても、それからそれをやって何の意味があるのっていうことについても的確に、まあ説明ができた。なぜなら彼は命令を全部自分の仕事として、まあ、受け入れたからじゃないかと思うんですね。はい、まあ実際にでも秀吉っていうのはすごい人だから、信長の後継者になりますけど、まあなんだろう、信長というのを作ったその会社の中のそのナンバー2とかナンバー3ぐらいにこうつけてるから、信長の代わりにね、信長が死んだ後後継者になるというのは普通の流れかもしれませんが、でもやっぱり異常なのは、信長の息子とか孫が生きてるのに、その上を乗り越えて逆に信長の息子や孫を家臣にしてしまうというような、逆転現象をしますよね。いや、それはやっぱり秀吉が信長に単に忠義を尽くしているっていうだけの人じゃないっていう証明だと思うんです。秀吉っていうのはきっと全ての仕事を自分のものとして受け止めたと。だこれが多分人を動かす力につながったんじゃないのかなっていうふうに、私は思います。はい、秀吉については、そんなところなので、きっとですね、秀吉になるにはとても難しいと思うんです。なぜならいざとなった時に、自分が責任を負うと、自分が何か失敗した時には全責任を自分が負って、その失敗は自分のせいだということを周りから言われるような立場に立つということです。とっても難しいし嫌だなと思うけど、でもそこを乗り越えられた人が秀吉のような何かこう魅力をですね醸し出せるような気がするので、なんかこう目指して、見ても面白いんじゃないかなというふうに思ったりもします。はい、今回はそうですね、ちょっと豊臣秀吉に学ぼうということで、話をしました。また次回、楽しみにしていてください。はい、以上で終わります。